こんにちは、武器屋の店主のフランです。ジャス、私は勇者のユウちゃんだよ。あれ、ユウちゃんの声はいつもと違うわよ。敵の攻撃を食らって声が変わってしまったんだ。参ったぜ。この世界にはいろんな敵がいるわね。戻った。うむ、やはりこちらの声はしっくりくるな。そうね。さて、今日はレールガンについて解説していきますよ。レールガンって相当なロマン臭が漂う武器じゃないですか。レールガンってのはあれか、10円玉とか撃てるやつか。あれはコインであって10円ではないと思いますが、レールガンとは電磁力を使って弾丸を飛ばす装置で、超高速で弾丸を撃ち出すことができます。現代の重火器や兵器は火薬を使って弾丸を飛ばしますが、それよりも弾速が速いのです。レールガンを使えばめっちゃ速い弾を撃てるってわけか。通常の重火器ですと弾速は秒速 1000m 前後が限界で、どれだけ速くても秒速 2000m に達することはありません。レールガンの場合、それ以上の弾速が期待されています。おおむね秒速 2500m から秒速 3000m ほどで運用することを目標としています。速すぎる。マッハ7から9ほどの速度になりますね。現代の武器の2倍以上の速さなんだね。レールガンは簡単な構造をしています。原理自体はとても簡単なため、20世紀の初頭には軍事的に利用する研究が始まりました。しかし未だ完成されておらず、研究中の技術です。世界各国でレールガンの研究が進んでおります。20世紀の初頭ってもう100年以上前ってことですかい。そんなに時間をかけても実用化できんのか。歴史的には1917年の実験が最初と言われています。2030年頃までには運用可能なレールガンが登場することが期待されているわね。それが完成したらまた戦術が変わりそうだね。我々は歴史のターニングポイントをこの目で見ることになるかもしれん。レールガンの実験そのものは世界各国で成功しています。しかし実用化のためには様々な課題があり、それらをクリアできずにいるのです。レールガンのハードルは高いってことか。順番に解説していきましょう。まずはレールガンの仕組みから解説していきます。レールガンの名前の由来は2本のレールを使っているからです。列車砲とは関係なく、列車砲はレールウェイガンと言います。レールって名前はあるけど電車とは無関係ってことか。こちらは日本の防衛装備庁のホームページで公開されている画像です。下に分かりやすい図があります。これがレールガンの全てです。簡単すぎないか。棒が2本あって電流が流れているだけじゃないですか。簡単な構造です。電流を流すための2本のレールが平行に敷いてあり、その間を飛翔体が進んでいきます。飛翔体、つまり弾丸はローレンツ力によって進むのです。ローレンツ力ではないんだね。ローレンツ力です。弾丸がフレミングの左手の法則に従って進んでいきます。ちょうど親指の方向が弾丸の進む方向になりますね。こちらは拡大図です。これを見る限りボルト、融点を伝わって2本のレールに通電しています。これをボルトと呼ぶのかどうかわかりませんが、ボルトが高速で動いて弾を発射する仕組みなんだね。仕組みは簡単ですが、現代の重火器を超える弾速を得るのは簡単ではありません。この仕組みで秒速3キロの弾速を得るにはかなりの大電流が必要とされます。一発の発射に500万から600万アンペアの電流が必要ということですね。500万って数字がでかすぎて、どのくらいの電流なのか全くわからん。日本全国が停電する武器とどのくらい違うのか。日本全国が停電する武器に比べたら大した電力ではありません。なぜならレールガンは軍艦一隻でも発生できる電力を想定しているからです。アメリカ海軍ではレールガンを駆逐艦に搭載する計画がありますが、それによりますとレールガンの発射だけで25メガワット以上の電力を供給できる発電機があれば運用できるとのことです。この数値は大出力の発電機を持った駆逐艦1隻でも賄える電力量です。なるほど。じゃあ現実的な電力で動かせる武器ってことなんだね。そういうことになります。発射の仕組みを見るとボルトが加速して重工付近まで進んでいきます。航空機の離陸に使用されるカタパルトに似ていますね。発射した後に後ろまでボルトを戻して次の弾を装填して撃ち出すってわけだね。そうね。レールガンの一つの特徴として、供給する電力を変えることで発射する弾の弾速を変えることが可能です。
射程や状況に応じて柔軟に対応できます。ふーむ、そういうこともできるのか。このようにレールガンは原理も構造もシンプルなため古くから研究されました。第一次大戦中、フランスやドイツ、ロシアなどで研究が始まりました。でも、そんな500万アンペアとかって電気を発生させることができたのかな？できませんでした。簡単な小型のレールガンの実験は成功したようですが、戦いに使えるようなものは無理だったのです。とにかく、電気のパワーが足りない。なるほどね。その後も、様々な実験が行われ続け、現代になって、ようやく完成の形が見え始めたところです。世界各国で、レールガンの研究がされているのは、弾速のアドバンテージのためです。これまでの重火器を超える弾速を実現できるレールガンに、次世代の武器としての期待を寄せています。そこまで弾速にこだわっているのか。弾速を向上させる利点を考えると、破壊力と射程距離の向上があります。弾丸が速いほど、衝突した時の破壊力も大きくなるのです。ふむふむ、そういうことか。射程という点では、これまでミサイルを使わなければ届かなかった距離に、レールガンで弾丸を撃ち込むことができます。ミサイルを一発製造して発射するよりも、コストは大幅に減らせることが期待されているわね。そういう利点もあったのか。確かにミサイルってでかいし、高そうだよね。レールガンで実現できる有効射程距離は、200キロと言われています。射程200キロって、名古屋城から姫路城を狙える距離だよ。レールガンの弾速が秒速 2.5 キロと考えると、200キロ先の目標に80秒後に着弾します。空気抵抗の減速があっても1分半くらいでしょうか？新幹線よりも早いな。そうね。でも、標的が地上にある要塞とか武器工場なら動かないけど、動く標的に当たるのは難しそうだね。人間が走っても80秒あれば300から500メートルくらいは動けるわよね。多分私でも避けれると思うよ。しかし弾頭にショットガンのような拡散するタイプを使用することも考えられています。なるほど、それは避けれんかもしれん。相手が発射に気づくかどうかも命中に大きく左右するでしょう。レールガンで発射された弾丸がレーダーにどの程度引っかかるのかは分かりません。確かに。しかし、20キロとか、そのくらいの距離であれば、着弾まで10秒もかかりません。その間に、迎撃や回避などの対策をするのが難しくなることが想定されます。ふーむ、性能の低い迎撃システムが相手なら、反応する前に倒せるのかな？レールガンの運用は、陸上への砲撃、そして対空迎撃システムとしての使用が期待されているとのことです。レールガンの弾速は、一般的な巡航ミサイルよりも速いので、後ろから撃っても追いつけます。おう、そういうことか。秒速 2.5 キロは、時速9000キロになります。速すぎる。例えば、アメリカのトマホークという巡航ミサイルは、時速800キロほどなので、レールガンの速度の10分の1程度です。じゃあ、海の上でイージス艦の上をミサイルが通り過ぎてしまっても、レールガンなら間に合うってことだね。数値上はそうなるわね。レールガンの射程が200キロとすれば、それ以外の距離で当てる必要があります。ミサイルの速度が時速800キロとすると、15分以内でしょうか。撃ち落とせるチャンスは15分以内ってわけだな。こちらに向かってくる時のことも考えると、前後で30分の猶予がありますね。しかし、ミサイルによっては時速7000キロを超えるものもあります。特に、宇宙まで飛んでいく弾道ミサイルは、時速2万5000キロ、マッハ20を超えます。レールガンがあるからといって、どの程度撃ち落とせるのかは未知数ですね。レールガンよりもずっと速いじゃないですか。あとは実際に使ってみないとわからないってことか。現在、ミサイルの迎撃には、ミサイルを使って行うのが一般的です。これをレールガンに置き換えれば、ミサイルよりも多くの弾を搭載でき、一発あたりのコストを安くできることが期待されています。なるほどな。確かにそれは有益な発明だ。ミサイルとの距離が近ければ近いほど、迎撃性能も向上します。レールガンの運用は、迎撃での使用に期待がかかっているのです。レールガンが実用化すれば、多くの可能性がありますが、課題もたくさんあります。どんな課題があるんだ？課題が山積みです。まずはコストですね。そもそもレールガンが実用化できていないので、開発にコストがかかっています。今後、コストをかけ続けたとしても、実用化できるかは不安視されているのです。それはよよしき問題ですな。ミサイルを使うよりもコストは安くなるのかもしれませんが、
トータルで本当にプラスになるのかはわからないですね。確かにな。コストをかけても実用化できなかった兵器もあるもんな。氷山空母とかね。それから電力供給の問題ですね。艦船にレールガンを搭載する場合、大型の発電機が必要です。一発の発射だけで大量の電力を消費します。発射に必要な電気を確保しなければなりません。500万アンペアだからな。例えば艦船に搭載して発射する場合、電力をレールガンだけに使うわけにはいきません。その他の機器にも電力を供給する必要があるので、航行に必要な電力とは別に大きな電力を発生させる必要があります。なるほどな。とにかく大量の電気がないと使えないってわけだね。そうね。現状レールガンを搭載して運用できる駆逐艦はアメリカ海軍の中ではズムボルト級という巨大な駆逐艦3隻だけと言われています。アメリカ海軍の船でも3隻しか搭載できんのか。出力の低い艦船は電力を生み出すための改造が必要となりますね。次の課題は最大の問題かもしれません。耐えられる方針がないということです。方針が耐えられない？そうです。方針の中を超スピードで移動する物体があるので、これに耐えられる素材を用意しなければなりません。しかし現時点ではそのような素材は地球上にないそうです。10発ほど撃っただけで方針が使えなくなり、交換の必要があります。これに関してもコストがかかりますね。なんだか嫌な予感がするの。そうなってきますと交換用の方針を船に搭載しなければなりません。現実的には数千発撃っても耐えられる方針が必要ですが、現代の科学では実現不可能です。世界でレールガンの実験が成功したといっても、実用に耐えるほどの方針を持ったものは存在しません。すぐに方針がダメになるのでは実用化は難しいね。まるで発明されたばかりのマシンガンのようだ。発射速度も問題視されています。発射速度とはレートオブファイヤーと言いますが、1分間に何発発射できるかを指標としています。アメリカ海軍では毎分6発、方針は3000発の発射に耐えられるレールガンが必要だと考えています。しかしこの目標には全く届いておりません。3000発どころか数発で使用不能ってのが現状か。またレールガンは銃や大砲から発射される弾と同じく誘導性能がありません。本格的に迎撃システムとして運用するつもりなら、誘導性能を持った弾頭の開発が必要と言われています。しかしこれも困難を極めており、現時点でどの程度実現されているのかは分かりかねますね。問題が山積みすぎるな。もしこれらの問題が解決されれば革命的な発明となるでしょう。まだまだロマン武器って感じがするね。武器屋のお姉さん、レールガンの実現はまだまだ難しいってわけだ。単独でコインとか撃てる人のスペックが素敵すぎるね。コインを弾く時の親指の速度がマッハに達しているのか、あるいはコインが飛ぶ方向に対してローレンツ力が発生しているのか、そこはわかりませんね。トグロの子弾よりも強いかもしれんからな。そうね。というわけでご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。面白かったらチャンネル登録してくださいね。よろしく頼むよ。